はい、こんにちは。毎日寒い日が続きますね。なので今回はあんこう鍋を作りたいと思います。あんこう鍋っていうと茨城県が有名ですよね。じゃあ私が茨城出身なんで、茨城出身だからってあんこうを作れるってわけじゃないんだろうけど、まあうちの実家でじいちゃんがよくやってた作り方で今回はやっていこうと思います。ではまあ作れって言われたんでしょうがない。ほい。下処理してる間に昆布だしを取りましょう。これは水 200cc、 これで真昆布ですね。ちょっとこのままね30分ぐらい水につけときましょう。ちなみにこの昆布はね GB さんに以前いただいた真昆布ですね。まあ、昆布はねできるだけいいものを使った方がいいですね。水もうちょっと入れていいかな。はい、300cc にしました。じゃあしばらくこのまま置いておきましょう。はい、それではまず下処理です。あんこうの肝だけこういうふうに取り分けて、まあここに日本酒です。ドバドバドバで、日本酒全部使ってもいいんだけどちょっともったいないんでね、ここに水半分ぐらい足します。この状態で30分ぐらい置いときます。じゃああんこうの身の方ですね、ここ全体に軽く塩を振ってね10分ぐらいかな、冷蔵庫に入れといてください。もうざっくりでいいです。まあこれ味付けじゃなくて臭み抜きですからね。こんな感じでいいでしょう。はい、では野菜を用意しましょう。まあ適当です。椎茸で、まあ気になる方は飾り包丁を入れてください。今回やりません、めんどくさいんで。で軸の方はね俺好きなんで使っちゃいます。ここだけ取っちゃいます。まあ入れる具材は適当でいいと思いますよ。ん？や、山茶えのきまあこれもこのまま全部入れちまいましょう。この辺切っちゃえばいいのかな。ザク、まあ、このぐらいドバッと入れちゃいましょう。白菜これしかありません。これも全部入れちゃいましょう。どうすりゃいいんだこれ半分に切りゃいいよな。これ芯どうすりゃいいのこれこんなちっちゃい白菜いいんじゃねえ、もうこれで4等分にしようぜ。普通みんなどうしてんだろうねこういう白菜私は全部剥いてますけど。あ、そういいよ、めんどくせえ。これで これもいいんじゃねえ、4等分でザック。あの丁寧にやる方は丁寧にやってあげてください。俺今回適当なんで。レンコンはどのぐらい食うのかな。4枚ぐらい入れてあげようかな。一応皮むいた方がいいのかな。この間あの水道やった時に指ちょっと怪我してた怖いよ、親指使えねえのって不便だな。まあこんな感じでいいんじゃないので、レンコンって水にさらしとかないとね色変わっちゃうんで水にさらしときましょう。ほい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 。あとネギがありました。これ DAI さんにもらったやつだよねきっとね。それの残りちょびっとあったんで25センチぐらいで、切り方は適当でいいです。あのこういうふうにぶつ切りにしてもいいし、あんこうなんか結構ね斜めに切った方が美味しいと思うんだよね。このぐらいでこんな感じでいいんじゃないかな。じゃあなんか具材少ないけどこんなもんかな。まあ2人分なんでこんなもんでいいでしょ。あとあの水菜とかねそんなのあったら、そういうの使ったらいいんじゃないかな、好きなのね。
はい、あと豆腐があるらしいんで豆腐入れます。はい、じゃあ昆布ですね、だいぶ戻ってきたんでこれで火をつけます。弱火です。弱火にしてこの鍋肌から泡が出るぐらい、そのぐらいで火を止めます。まあ沸騰させちゃうとね昆布臭くなっちゃうんで絶対に沸騰はさせちゃいけません。はい、今鍋のこの縁の底の方ですね、泡が出てきて少しずつ浮かんできた状態ですね。このぐらいで火を止めちゃっていいです。多分これで70度前後だと思うんですね。ちょっと測ってみましょう。はい、69度ですね。まあ昆布っていうのはだいたい70度ぐらいが一番よく出汁が出るんで、このぐらいで火を止めた方がいいです。じゃあこれで昆布は引き上げちゃいましょう。でちょっと今回ね昆布大きいの入れすぎたんで、これは味噌汁かなんかで後で使ってください。はい、そしたら今お湯を沸騰させてます。じゃあこの中に先ほどのあんこをですね塩して冷蔵庫に入れといたやつ、これを一回この中に入れて、なんていうんですかね、下茹でしていきます。これで臭みある程度抜けますんでね。はい、もうこんな感じでいいでしょう。そしたら一回もうこれはザルに開けます。はい、ザルに開けたらすぐ冷水で冷やします。これでね結構締まって美味しくなるんで、で結構このぬめりが嫌な方がいるかもしれないんで、そういう場合はこの中でねこのぬめり取っちゃってください。こういう白いドロドロのやつね、これ嫌がる方結構いますんでね。はい、じゃあやっていきましょう。そしたら土鍋の中にねさっきの肝です、お酒につけといたやつね、こいつをまあ中火ぐらいでいいかな、これ焼いてきます。あ、もうちょっと火が入ってからが良かったかな。まあ2人分なんで今回そんなにいっぱい作りませんが、4人分だったら肝はこの倍あった方がいいですね。でこんな感じで崩しながら焼いてきます。そうするとこんな感じでね油が出てくるんですね。このぐらいまで炒めてあげてください。この油が出るまで炒めるのが肝です。肝だけになんつってね。で火加減もねあんまり強すぎると焦げすぎちゃうんで、火加減見ながらねやってください。はい、よく炒められるとこんな感じで泡が出てきますね。このぐらいでいいでしょう。おー、いい香り。そしたらここにみりんです。これ入れ物は GB さんにもらったやつなんだけど中身違います。大さじ1杯半2杯近くかな。まあそれは好みでいいです。じゃあこのまままたねこうやってみりんのアルコールが飛ぶ感じで火を入れてやりましょう。じゃあちょっとここでさっき取った昆布だしですね少し入れます。 50cc ぐらい。じゃあここでね味噌を投入しましょう。これは菊名、横浜の菊名ですね、そこの小泉麹さんで作ってる味噌。まず大さじ1杯半ぐらい入れときますかね。まあざっくりでいいです。でここでよく味噌を溶かしてやりましょう。まあ好みで味噌じゃなくて醤油使う方もいますけど、うちは味噌だったな。あ、生姜忘れた。
今慌てて生姜切りました。生姜の量はこんなもんで、どう何グラムだろう、ちょっと分かんないけど このぐらいこれ冷凍しといた生姜なんですけどね。ここでちょっと純米酒を足します。お酒でこうやって落ちるんでね。ほい、まあこの辺はねアバウトでもね大丈夫です。あ、味噌と肝と生姜のいい香りがしてきましたね。じゃあここでさっきの出汁ですね、昆布だし全部入れちゃいます。あ、OKOK。 火を止めたらさっき処理したねあんこうの身の方ですね。はい、じゃあ野菜とか入れていきましょうか。鍋上手な人はきれいに入れてあげてくださいね。私いい加減だから。じゃあこれで蓋してちょっと強めの火にしてグラグラやって火を通せば完成ですね。まあそんな大したことない。はい、こんな感じで出来上がり。じゃあ食いましょうか。ほい、あちちち、はい、ドバーン。で、豆腐なんだけど木綿豆腐がなかったんで絹ごし豆腐後入れ、絶対崩れるんでね。ではいただきましょう。これの悪いところはさ、見た目があんま良くねえんだよな。お、コラーゲンですな。うん、あ、うわ、うん、うん、うまっ。あ、うまい。あ、なんか懐かしい味、うちの田舎の味でございました。では、あ、おいしいでしょ。うん、おいしい。うん、つゆ少ねえからね